はい、こんにちは、こじるんです。シティーズスカイライン続きをやっていきたいと思います。前回通れなかった道を直しまして、今日はその続きからですね。ちょっと電気が足りていないようですので、風力発電を山の方に増やしていきたいと思います。もうお金が足りなくて、風力発電これ以上建てられませんね。これで時間が過ぎれば、この電気の切れているマークはなくなってくると思います。あ、消えましたね。元気よく回ってくれています。あ、車も走っていますね。人も歩いています。フランクのフィッシュスティック工場、通常稼働中ですね。トラックも随分入ってくるようになってきました。今まではトラックが入ってきても帰ることができない作りになっていましたけれども、これで入ってきたトラックも出ていけるようになったでしょう。なんかね、フランクのフィッシュスティック工場がたくさんありますね。アナベル・プライスさん、ここに働きに来てる人ですかね。工場地帯の建物は募集がかかっているのは、教育を受けていない人なんですね。教育を受けている人は必要としていない。あんまり学校一気に建てすぎちゃうと工場で働く人がいなくなってしまいますね。ちょっとこのトラックについていってみましょう。カメラのマークのところを押すと走ってる車の視点になりますね。これはトラックなので多分高速に乗って出てってしまうと思います。お、危ない危ない危ない、絶対これ事故るよ。あー危ないし、絶対これ引いたって、絶対引いたでしょ。やっぱり高速に乗りましたね。これは隣の街かどうかに、まあ、工場から何か積んで出て行ったのかもしれません。こんな感じに隣町からの車が出入りするようになりましたね。乗用車も入ってきます。ブルーレイが発売。あ、なんかいろいろ趣味も言ってますね。グリーンエネルギーが一番。あ、これは風力発電をもう今建てたので、それに対しての市民の声ですね。労働者が不足しています。工場地帯のこの人のマーク、これは働く人が足りませんということですね。こっちから結構歩っていってるように見えますけれども、工場の募集人数には足りていないみたいですね。グラフを見ると青のマーク、青、緑のマークが、ちょっとね高くなっていますので、お家が足りないということですね。少し家を広げていかないといけないですかね。じゃあちょっと住宅地を、あ、小さな集落になりました。人口が440人になったので次の段階に進みましたね。これでゴミの埋め立て地だとか小学校、診療所、リサイクルセンター、
コミュニティスクール、そんなものが作れるようになってきます。これでね、学校ができ始めると住民から学校を作れ作れっていう言葉が多分たくさん出てくるようになると思います。まあ、とりあえずその前に住宅地をちょっと増やして、働き手問題を何とかしないといけませんね。じゃあこれを緑で塗っていきましょう。低密度住宅がこれで建つと思います。需要はたくさんあるので一気に建ってくると思います。あ、ゴミマークが出てますね。ゴミが溢れていますね。このゴミの埋め立て地とかリサイクルセンターが作れるようになると一気にこの町からゴミが出てくるんですよね。これをとりあえず解消していかなければいけないので、ですね、ゴミの埋め立て地を作るとこれが汚染が進むので、このマップには合わないんですよね。それなのでリサイクルセンターがいいような気がします。これ紫のところが騒音の範囲ですかね。他のものはまだ作れないかな。お金もないし、まあ、リサイクルセンターが一番いいかな。この紫の丸の範囲がおそらく騒音エリアになると思うので、あんまり住宅地のそばだとうまくないですね。この辺も住宅地になるかもしれないので、ちょっと工場寄りの方がいいかもしれませんね。かといってあんまり交差点近くだと渋滞を引き起こす恐れもありますので、どうしようかな。ここでいいかな。もうちょっとこっちにした方がいいかな。リサイクルセンターだとか、ゴミの埋め立て地、ゴミを収集する車がすごくたくさん出入りするんですね。それなので、お、今出ていきましたね。バイオディーゼルのゴミ収集車ですね。これが建物のそばを通ると、ゴミを回収して回るんですね。積載率っていうのが今 0% ですけれども、これがだんだん上がってくると思います。まだリサイクルできるものがたくさん捨てられているなんてね、言っていますね。あ、2台出ていきました。あ、3台目が行きましたね。あちこちでゴミのマークが出ていたので、今そちらへ向かっているところではないかと思います。町がレベルアップするごとに必要なものが増えてくるので、なかなかね、お金の管理が難しいは難しいです。一気にいろいろ作っちゃうといろんなものが足りなくなってくるんですね。町について、一気に 100% になってしまいましたね。ゴミ収集サービスはどうしたんだ。積み上げられたゴミに灰がたかっているぞ。市民の声が届きましたね。これは時間が経てば
なんとかなると思います。今ゴミの車が出てから間もないのでね、行ったり来たりこれからしてゴミを収集してくれると思います。うん、消えましたねゴミのマークが。とりあえず大丈夫ですね。ここは2世帯あるのかな、3世帯になってるけど、建物はどう見ても2世帯。あ、ここはまだゴミが溢れているみたいですね。ここは9世帯もあるのでゴミも多いんでしょうね。ゴミのマークがつきましたね。そのうちここにもゴミの車が来てくれるに違いない。あ、来たかな？消えましたね。よしよし、安定してきたかな。この時間の進むのは3段階あって、今一番早い3で動かしています。ミネラルウォーターでシャワーを、どっか水が足りないのかな。水が足りてないところがどこかにあるらしい。ああ、リサイクルセンターには水も電気もなかった。これはまずいですね。水が必要ですね。とりあえず この間に建物が建ってくれちゃえば電気はつながるはずなので、ちょっとここを工場地帯にしてみましょうかね。あ、でも需要がないから立たないかな。電線引かないとダメかな。あ、すぐには立ってくれませんね。工業地帯の需要が今ゼロなので、住宅地と商業地の需要しかないですね。あ、水が微妙にここだけピンポイントでないんですね。これでいいかな。この青の中に入ってれば大丈夫です。これで水が届きました。工場は立たなそうですね。仕方がないので電線を引きましょう。反対側は建物が建つかもしれないので、こちら側にとりあえず電線をつなげておきましょう。これで電気が通るはず。よし、通りましたね。よしよしよし、これで電気が来てないって言ってるのは今のこのやつでしょうね。これで電気水道は全部通ってるはずです。住宅メーカーと交渉を始めました。住宅はやっぱり足りないって言ってますね。まだね、需要がマックスですね、住宅地は。じゃあちょっとこれを伸ばして住宅地を増やしていきましょうか。
住宅地と商業地区をちょっとずつ増やしました。でこの辺で、病気が出てくると困るので診療所を置いておきたいと思います。まあ、なんとか建設費は大丈夫そうなので普通の、まあ、診療所にしましょうかね。最初あんまり大きなものを置いてしまうとお金も維持費もかかるので診療所、まだね、市民もそんなに多くないので診療所で間に合うんじゃないかな。都市がいずれ大きくなってきたらちょっと大きな病院を置きたいと思いますけれども、今のところは診療所を置いておきたいと思います。あれ、なんか電気がちょっと足りない、いな、ついたり消えたり、後でちょっと見てみましょう。どこに置こうかな、ここでいいかな。ニコニコマークになりましたね。電気がちょっと足りていないですね。電力需要のグラフが赤い方に行ってますね。電力が足りていないようです。建物が増えてきたのでちょっと足りなくなってきましたね。風力発電をちょっと増設しておきましょうか。この辺は風が強いので、これはそんなに間を空けなくても大丈夫なのかな。青い方までグラフが移動しましたけれども、まだちょっと足りないですかね。もう一つ、これでとりあえず様子を見てみましょうか。電力問題は今のところ解決されましたね。建物もだいぶ経ってきまして、商業地区にはお店もたくさんできてきました。診療所、患者数4人、まだそんなに患者はいないですね。救急車を日本の救急車にしておきましょうかね。変えて次出てく救急車は日本の救急車が出て行ってくれると思います。人もたくさん歩くようになってきましたね。うまくいかない、相変わらずこの操作がうまくいかないんですね。見てる方ちょっとイライラしてしまったら申し訳ない、全然慣れないんですよ。病院がこんな感じですね。診療所ではさまざまな病気の患者を治療します。立派な村になりました。900人に達しましたね。人口が900人で立派な村になりました。あ、今度は警察署だとか消防署も置けるようになってきました。これが解放されると一気に警察がないとか消防がないとか言ってくるんですよね。まだあんまりお金に余裕がないのでちょっと心配ですね。小学校なども大きいのが建てられるようになってきました。市民も都市の成長を喜んでくれているみたいですね。
人口が増えてきたので賑やかになってきますね。電気が足りないはさっきの足りなかったやつの時のかな、多分そうですね。ローソンが立ってますね。やけに蛍光色のローソン。もうちょっと濃い色の方がいいんじゃないかな。隣はファミレスですかね。コンビニエンスストアって書いてありますけれども、絶対これはファミレスですよね。でこっちは閑静な店、絶対にこっちがコンビニだと思うんですけれども、これはちょっと色がもうちょっと濃くならないのかな。ちょっといじれるかな。少し暗くしたらいいのかな。こんな感じでいいかな。あ、ちょっと赤くなりすぎかな。赤すぎる。これもこれかな。よし、こちらもちょっと暗めにしていきましょうかね。こんな感じであんまり変わんないかな。まあいいでしょう。商業地区は近くによると結構うるさいですね。お店が多かったり人が多かったりするので、遠くにすると静かですけども、近くに持ってくるとめっちゃうるさいですね。ここには新しい村ですが、古くからあるようなお店がありますね。エベレストなんて書いてありますけれども、絶対これ角地に建つようなお家ですよね。ちょっと向きが不自然な立ち方になっちゃってますけれども、でお隣は車を止めて、隣にお金を借りに来たのかな、この人は。まだこの町には学校がないですからね。みんな教育を受けてない人だらけですね。そろそろ学校も作らなきゃいけないんですけれどもね。もうちょっと経ってからでいいかな。都市条例なんかもありますね。下の方はまだレベルが足りなくてできませんけれども、今できるのは節電とか節水、火災報知器配布なんていうのができますね。確かこの火災報知器配布とかチェック入れちゃうと維持費がすごいかかるんじゃなかったかな。1件あたりいくらとかかかるんですよね。まだいいですね。住宅街は静かですね。住宅地は5段階あって、5段目まで住宅地がレベルがあるんですね。レベルが上がるとまた建物も建て替わっていくんだと思います。あれ、また少しゴミが出てるかな。人が増えたからゴミも増えますよね。学校は真っ赤ですけれども、まあ一軒も小学校がないので、まあ、足りてないのはあからさまに分かりますけれども、小学校も建てないとダメですね。商業地区や工業地区もレベルアップしてくると
ちょっと教育を受けたような人が必要になってくるんですよね。それに伴って学校も作っていかないといけないんですよね。この道が緑になるところの人が通うのかな。ここでいいかな。こっちだと向こうの角の人は通わない感じかな。真ん中だと両脇がダメ。この辺が一番いいかな。ここでとりあえずいいでしょう。でも一番向こうまでニコニコマークが行ったので、向こうから通ってきてくれるかな。教育支援を表明。やっぱりね、学校を作ると市民が喜んでくれますね。結構広い小学校ですね。遊び道具なんかも建物裏にありますね。これは低学年用の遊び道具かな。あ、作ったばかりですけれども、もう40人通ってますね。300人まで通える小学校です。まだ小学校の方に歩ってくる人はいなそうですね。そのうちたくさん人が歩ってきて、あ、もう66人生徒がいますね。一気に増えましたね。だんだんと市民の学歴も上がってくるでしょう。まだ小学校しか作れませんからね。もうちょっと年が大きくなってくると高校だとか作れるようになってきます。犯罪率はまだそんなに高くないですが、警察署も1件ぐらい置かないといけませんね。これはどこに置こうかな。割とこっちだと向こうが届かないかな。でもこっちだと住民の方は見てくれないので、とりあえずこっちに置いた方がいいかな。住民とりあえず優先で、ここの角地に置きましょう。これで犯罪が抑制されると思います。病院の向かい側が警察署ですね。あ、パトカーが出ていきました。これもなんかどこかの国のパトカーなので、日本のパトカーが出るようにしておきたいと思います。これでいいかな。元気に取り締まってもらいましょう。よしよし、だいぶ町らしくなってきましたね。あ、今度は消防署がないって言われてますね。消防署も作らないといけませんね。真っ赤ですね。消防署はどこに建てようかな。やっぱり一つぐらいはもう作っておかないとですね。この日本風の消防署、これを建ててみましょうかね。警察署の隣でいいでしょう。こっちの方がいいかな。
なんか工場の方が燃えやすいような気はするしますけれども、でもやっぱりここだと両方微妙ですね。最初は市民のそばの方がいいかな。全部を見てもらおうと思うとちょっと半端になっちゃいますからね。欲をかかずに、こちら側に寄せておきましょうか。ここでいいですね。警察署のお隣に消防署を置きましょう。これで、火災から町を守ってくれると思います。なんか見慣れた日本にありそうな消防署ですね。まだ火が燃えたりしてないので消防車は出ていってませんけれども、これもなんか日本っぽい消防車にしておきたい。だいぶ人の歩く頻度も多くなってきましたね。消防署を置いたのを喜んでくれてますね、市民は。診療所と消防署と警察署ができたので、なんとなく町らしい作りになってきました。トラックも入ってきますね。よしよし、それではなんか町らしくはなってきたので今日はこの辺りで終わりにしておきたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。よかったら高評価、チャンネル登録をお願いいたします。ではまた、バイバイ。